はい、どうも皆さんこんにちは、ララマオです。今回ご紹介しますイヤホンはこちら、 KZ の ZSN を今回ご紹介します。僕のチャンネルではですね、多くの KZ イヤホンをご紹介してきましたけども、その中でも KZ-ZST はですね、10万再生ほどいってまして、僕のチャンネルの規模だとかなり再生されている方ですし、まあ、ZST はね、 KZ の代表的なイヤホンなんじゃないかなと思います。そんな ZST の後継機と言ってもいいと思います。 KZ-ZSN ですが、ドライバーが2つ入っています。ダイナミックドライバーとバランスドアマチュア型ドライバーのハイブリッドのイヤホンになっています。画像のですね、丸いやつがダイナミックドライバーで、ちょっとこう細長い四角いやつがバランスドアマチュア型ドライバーになります。なるべく簡単に分かりやすく説明しますと、低音の再生が得意なダイナミック型ドライバーが中低音を担って、明瞭でですね、高音の再生が得意なバランスドアマチュア型ドライバーがですね、高音を担うような感じで、お互いに得意な帯域を担当するようなイヤホンになってるんですね。これをハイブリッドイヤホンというふうに言います。ドライバーをですね、2つ搭載すると当然値段も高くなってくるんですけども、なんと KZ-ZSN はですね、2000円で購入することができます。さらにですね、ステムも金属製だし、フェイスプレートもアルミ製でできているということでですね、コストもそこそこかかってるはずなんですけどね、2000円で購入することができます。まさに本当にコスパ最強と言ってもいいんじゃないかなと思います。じゃあとりあえずまずは開けていきたいと思います。はい、じゃあですね、 KZ-ZSN を開けていきたいと思います。パッケージは本当にいつものような、いつもの KZ のパッケージという感じですね。はい、じゃあ開けます。はい、おー、来ました。こんな感じ。これまたこれこうやって開けなくちゃ。まずちょっと付属品見ますか。はい、出ました。こういう感じか。こんな感じになってます。ちょっとコネクタが変わってるんですよね、今回から。今回からっていうか、この ZSN だけなのかもしれないんですけども、いわゆるその QDC のコネクタの規格っていうか、QDC もこんな感じになってるんですけども、どうやら QDC のケーブルも、まあ、ZSN で使えるらしいです。2ピンなんだけども、そのピンがこう覆われてるような感じですね。で、こうチューブの針金じゃなくて、チューブで記憶形状されてるんで、針金がダメになっちゃってボロボロになっちゃうことあるんでね、これの方がいいんじゃないかなと思います。あと、付け心地も個人的にはすごく好きです。で、ZST の時にあったそのゴムゴムのケーブルじゃなくて、結構割としっかりめのケーブルになってます。まあ、ゴムゴムのケーブルよりは全然いいですよね。で、L 字のプラグになっています。イヤーピースはいつもの KZ のなんかちょっとこう切れ込みが入ったっていうか、ちょっとへこみが入ったような感じのイヤーピースになってます。はい、おー、はい、イヤホン本体はこんな感じになっています。いや、思った以上に筐体すごくしっかりしてますね。で、まあ、ここの金属プレートが思った以上にこうしっかりしてますね。いや、これで2000円って安くないか。で、まあ、ここがね、QDC の先ほども言いましたけども、コネクタの、規格っていうか、ここがボコってしてるような感じになってますね。で、ここにダイナミックドライバーが透けて見えるような感じになってますね。で、グリーンも結構綺麗なグリーンになってます。いやー、なんか作りも ZST より明らかにいいような感じが僕はしますね。で、イヤーピース外すとこんな感じ。ステムがゴールドになってます。やっぱステムがこう金属製になると途端に高級感増しますよね。これはすごいな、本当にコスパすごいな、これはな。はい、で、先ほど言わなかったんですけども、このようにケーブルとイヤホンを着脱できるようになっています。なので、ケーブルが断線した時もケーブルだけ変えればいいですし、ケーブルをね、もっといいケーブルに変えて音質をね、もうちょっと良くするなんていうこともできます。イヤホンのね、楽しみが増えるような着脱式というやつになってます。こんな感じで差し込みます。うん、全然硬くもなく緩くもなくいい感じですね。いわゆるその QDC の規格っていうか、今までの KZ とは違うコネクタになってるんですけども、こっちの方がいいですよね。こうしっかりしてて、こうコネクタをね、守るような感じになってるんで、まあ、2ピンを守るような感じになってるんで、こっちの方が丈夫なんじゃないかなと思います。ただいきなりね、 KZ のケーブル結構集めてた人からするとちょっと嫌だなと思う部分かもしれないですけども。で、左側もこのように差し込みます。で、ケーブルをつけた感じがこんな感じになってます。めちゃくちゃかっこいいですよね。個人的にはこのグリーンの色が、思ってたよりも僕の好みの色合いなんで非常に綺麗ですよね。あとは音ですよね。ちょっと聞いてみたいかなと思います。うん、フィット感は全然悪くないですね。ちょっとアップで見ますか。はい、アップで見るとこんな感じです。
つけ心地は非常にいいです。全然悪くないですね。うん、これ結構聞きやすいですし、まあ、中低音を結構重視した音になっていて、でも、高域もね全然負けないで出てきてくれてるんで、これ結構万人受けしやすそうなイメージがありますね。まあ、エイジングも兼ねてですね、ちょっとしばらく聞いた感想をこの後述べたいと思います。はい、ということでですね、あれから多分20日ぐらい経ってしまってるんですけども、エイジングはですね、以前紹介した動画のアプリで100時間行っています。いつも通りですね、いいと思うところと微妙だと思ってしまったところを述べていきたいと思います。まずいいなと思ったところなんですが、見た目の高級感とかっこよさですね。フェイスプレートがちょっと独特な感じなんで好みが分かれるかもしれませんけども、僕は個人的にはすごく好きな感じだし、何よりステムがね、金属製でゴールドになるだけで、すごい高級感が増したように感じますよね。筐体のグリーンのこの色合いも個人的にはすごい好きな感じで、僕が使ってるギターもこんな感じの色してるんですけども、見た目的にはすごいかっこいいなと思います。あとはやっぱりすごすぎるコスパですよね。もうこれぞコスパ最強っていう感じだと思うんですよね。正直 ZST とか ES3 は少し安っぽさもまああって、でも2000円と考えるとそれでもすごいなとは思ったんですけども、 ZSN はもうなんでこれが2000円なのか理解できないレベルですよね。このかっこよさとビルドクオリティで2000円で KZ ちゃんと儲かってるのか心配になるレベルですよね。あとケーブルも個人的にはいいなと思うんですけども、まず、まあ、ZST と ES3 についてたいわゆるゴムゴムケーブルとは違って、まあ、それなりにしっかりしてくるのが付属してきますし、コネクタも QDC が採用してるのと同じようなコネクタで外れにくくて丈夫な印象ですね。耳掛け部分もこう針金じゃなくてこうチューブになってるんで、針金だとこう何回もつけてるうちに、まあ、ちょっと金属なんで、まあ、ボロボロなってきちゃったりとかするんですけども、チューブだとそれがないのでね、いいかなと思います。続いて音についてなんですが、中低音強めの少しドンシャリといった感じですね。中低音強めなんだけど、 ZST や ES3 と比較すると結構解像度が上がってるように感じますね。こもってる感じもあんまりしないですし、高音はまあ刺さる感じもなくて、ちょっとまあ硬めの印象ですね。結構その中低音が強めな分、少し控えめな感じはありますけども、聞きやすい印象があります。中低音はちょっとドンシャリ気味なんですけども、そんなにボーカルが引っ込んでるような感じもしないので、個人的にはそこがいいかなと思います。ちょっとね、ボーカルの重心が若干低めな印象なんで、もうちょっとこう低位が上の方に行くとなおいいのかなというふうに個人的には思うんですけども、まあ値段を考えると十分すぎるのかなとも思います。僕が持ってる KZ イヤホンだと、ZS10 に近い印象ですかね。音場も全然狭いなっていう感じはしないですし、普通に聞きやすいなと思うし、いろんなジャンルの音楽でも楽しめる感じはありますね。続いて微妙だなと思ってしまったところなんですが、特になし。本当に特に、ないんですよね。一応なるべく微妙なところをいつもね探すようにしてるんですけども、探そうと思っても特に微妙だなっていうところはやっぱり値段も考慮するとないと言っていいですね。だから強いて言えばボーカルがもう少しこう高音寄りに行ってくれればよりいいかなとは思うんですけども、これはまあ女性ボーカルだとそんなにね、そこの部分ってあんまり気にならないですし、値段を考えると微妙だなと思うところはないと言っていいですね。はい、ということですね、 KZ-ZSN のご紹介でした。使ってみてね、本当にこれで2000円でいいのかなっていうふうに思うレベルのものすごいコスパの高さを感じました。例えばまあ ZS-7 とかね、 ZS-10 とかは確かにコスパがすごくいいですし、このスペックで5000円台っていうのはすごすぎるとは思うんですけども、 ZSN は2000円なんでね、コストパフォーマンス的には ZS-7 とかとすごい違いっていうのはないのかもしれないんですけども、単純に2000円ということで安いんで、よりコスパの良さを実感できるかなと思います。なので初めての KZ イヤホンに特におすすめしたいかなと思います。微妙なところも値段を考えるとね、個人的にはなかったですし、文句なしにおすすめできるレベルだなと思います。ただ多分この動画出てる頃には ZSN Pro っていうのが出るらしいんですよね。なので ZSN Pro もそのうちですね、動画にしたいかなと思います。それではこの動画良かったと思う方はグッドボタン、あとチャンネル登録と下に Twitter のリンク載せておきますので、ぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。ラモでした。